続いて第5試合です。ディープメガトン級で行われます5分2ラウンドの戦い、セイゴ vs セイントの一戦です。白と青のトランクスがセイゴ、黒いトランクスがセイントです。ラウンド第1ラウンドが始まりました。メガトン級は一瞬たりとも目が離せませんからね。はい、突っ込んでいくセイゴ。そうですね、セイント選手の、まあ、この打撃強烈なんで、まあ、はい、こうやって倒していった方が有利かもしれないですね。謎のベールに包まれたまま今年6月の東京大会で酒井亮を粉砕するというですね、はい、強烈なインパクトを見せましたセイント。対するのはミスターメガトンのセイゴ。足をかけていきます。崩した、セイゴが崩していく。しかしバックを取ったのはセイント。すごい場内からも割れんばかりの拍手が起きております。さあセイントはこれを、このプレッシャーを跳ねのけることができるのか。学生時代社会人と柔道で活躍したセイゴ、はい、今度は反対に回って抑え込んでいきます。セイゴ選手はしっかり抑えて、まあ、コツコツパウンドを打っていきたいですね、はい、このプレッシャーを跳ねのけるのは容易ではないんではないでしょうか。まあ、でもまあセイゴ選手も日本人、まあ、日本人じゃないんで、まあ、あれですけど、まあまあ、外人特有のパワーというか、はい、爆発力あると思うんで。そうですよね。下から足を正後に挟んでいくのはセイント。所属ジム曰く令和のボブサップと評したこのセイントですからね、はい、どこでそのパワフルな炸裂一撃が炸裂するか分かりません。セイゴ選手は一回、まあ、こう割ってしっかりパスしたいところですね、はい、がっちり下からガードを見せるのはセイント。パンチを落とすセイゴ、そのパンチをさせまいと腕を封じているセイントです。この体勢でセイント逃れようとするとどういうアクションですかね。あ、そうですね、まあ、セイゴ選手もこのプレッシャーが、まあ、かなりきついんで、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと中に持っていきたいというか、まあ、はい、頭が金網向いていると結構きついと思うので、セイント選手一回頭の中にして、まあ、はい、蹴り上げるなりなんなりしてちょっと離れたいところですね、はい、さあセイゴ立ち上がってもう一回上からのしかかろうというところ。さあ蹴って逃れようというセイント、蹴って抵抗する。さあ立てるか、飛び込んでいくのセイゴ、攻めの手を緩めません。セイゴ選手のこのプレッシャーがすごいですね、やっぱり、はい、さすがメガトン級というところ、1アクション1アクションがパワフルですよね、はい、さあそしてここからどうするか。懸命に膝を打って抵抗するセイント、まあ、セイントとしたら1回離れて仕切り直して剛腕を見せたいところですよね、はい、そうですね、まあ、セイゴ選手はもう1回寝かせて、まあ、コツコツ殴っていけば有利と思うんで、はい、まあ、こう右脇刺したんで、まあ、右脇上げて、まあ、右を 回った方がいいと思うんですけど、まあ、パワーもあるんでなかなかそうはいかないかもしれない、はい、いいですね。さあ反撃なるかセイント。さあ仕切り直し、残り時間1分となりました。さあセイントはここから活路を見出せるか。もちろんその打撃を警戒していますセイゴ。セイント選手はややちょっと、まあ、上手ずっと取られてたんで打撃アグレッシブに行った方がいいかもしれないですね、はい、キック、ミドルのキックを見せましたセイント。もちろんセイゴもそのパンチを
警戒してのガードを緩めませんね。はい、ちょっと疲れちゃったかなってところもあるんですけど、はい、はい、どうですかね。打ち返す聖護、はい、を詰めて殴りに行くのはセイントです。ここで第1ラウンド終了です。パワフルな1ラウンドでしたね、はい、この1ラウンドを釣谷選手はどのようにご覧になってましたか。まあ、1ラウンド目は聖護選手がまあかなり上取って有利な状況だなと思ったんですけど、はい、後半ちょっとスタミナ切れか分かんないですけど、まあ、少し前に出る数が少なくなっていったので、はい、まあ、この後2ラウンド目ちょっとセイント選手がまあもうちょっとプレッシャーかけて打撃当てていければ勝ち目はあるかなと思いますね。対する聖護の方はやはりこう組んでいって、そうですね、はい、投げていってというところですかね。はい、そうですね。2014年7月一旦引退しましたが、2018年10月に復帰、翌年12月にはロッキー・マルティネスの持つベルトにも挑戦した聖護です。対するセイントはスダリオ戦をアピールして戦いたいと6月大会のマイクで言っていました。最終の第2ラウンドです。ここも前に出ようというのは聖護、飛び膝セイント、アグレッシブに攻めていきます。セイント選手のこの横の動きも結構いいですね、はい、縦だけじゃなくて横の動きがかなりやりにくいと思うので、さあそういう横からパンチ、聖護が組みに行くと、もう必死に離れていくセイントです。おお、強烈ですね。パンチが当たるセイント。攻めどころを伺っています。聖護も打ち返す。ローキックから右。さあ、セイントが攻めていきます。聖護選手はちょっと寝かせたいですね、相手を、はい、打撃だとややセイント選手が有利なんで、うん、キック、セイントもフェイントを入れると動いてくるというのを少し見ていますね、はい、そうですね、これローとかも入れて結構上手いですね、はい、やり方としては。あ、打ち返す聖護、ローから組み立てるセイント、左、聖護のスタミナ面どうですかね。まあ、少し疲れてるんですけど、まあ、食いしばってちょっと一回倒しちゃえばまあ楽になると思うんで、はい、まあ、一回ちょっと攻めたいところはありますね。セイントの左、聖護のパンチはしっかりかわしていきます。さあ前に出る聖護、聖護選手結構ちゃんと目がいいのか分かんないですけど、まあ、しっかり見えてるんで、はい、すごいいいですね。パワフル一辺倒ではないというところですかね。そうですね、はい、しっかりパンチ見えてるんで、そこから2発3発と当てていきます。聖護も手を出し返す、結構ローがいいですね、はい、このローがまた効いてくると思うんで、うん、さあ聖護はどこに攻めて見ていくのか。前に出る聖護、余裕を見せながらのフットワークはセイント、しかし聖護のパンチも当たっています。もう少しお互い、はい、まあ、何ですか、まあ、まとめるパンチも打っていいと思うんですけど、一発単発がちょっと多いんで、はい、でも、しかしもう一つと色気を出すとやられてしまうというところも警戒しているわけですかね。あ、まあそうですね、一発重いんで、まあ、かなりそれはあるかもしれないです、ね、
どちらが手を出していくか、睨み合う両者。セイゴの左、セイントも笑っている。おお、セイゴの右、いいの入りましたね。いいの入りましたね、はい、一発じゃなくて二発出せば当たるんで、はい、また二発三発と。左、セイゴの左、セイゴの打撃も当たっています。さあ、セイントはどう組み立てるか。お互い疲れてるんで、まあ、どっちのパンチも当たってきていますので、まあ、こう気合でお互い最後もう一押しを踏ん張っていきたいですね。セイゴのパンチ、セイントの表情は余裕があると見ていいんでしょうかね。そうですね、まあ、まだ余裕ありそうですね、はい、でさあそこから踏んでセイゴが押し付ける。最後まで攻め続けるミスターメガトン聖吾、最後倒した方がいいかもしれないですね、はい、倒したらかなり印象いいんで、もう一つ印象を与えたいですね。そうですね。対するセイントはどうか。聖吾が押し付ける。セイント膝、いい膝ですね。今膝が入った。ここで試合終了のゴング、場内からは大きな拍手が起きております。2ラウンド戦い切りました両者ですが、鶴谷選手どのようにご覧になってましたか。いや、まあ2人ともすごいパワフルな試合で、まあ どちらのパンチ力もすごいあって、なんかまあ面白い試合でしたね、見応えのある、まあ、1ラウンドには聖吾が抑え込んでというところもありましたしね、はい、対するセイントも打撃で、まあ、最後まで表情としては余裕があるようにという戦い方でしたけれども、で、ね、はい、でまあ、もうちょっと攻めれたらいいかなと自分は思ったんですけど、まあ、どうですかね。最後はもうあれですかね、セイゴのプレッシャーを跳ねのける、あるいは体力がもうなかったのか、ラスト。あ、そうですね。さあ両者が中央に呼ばれまして、この後判定がコールされます。判定結果をお伝えします。ジャッジ方は19対19マストにより青セイント、1人目マスト判定でセイント、ジャッジになります。19対19マストにより青セイント、2人目もマストでセイント、19対19マストにより青セイント、以上3対0をもちまして勝者アホレはセイント。制しましたのはセイントでした。いやメガトン級のこの一戦前、3者ともマスト判定でしたけれど、はい、勝因はどのあたりにご覧になりますか。まあ、最後あれですね、まあ、打撃の数というか、まあ、打撃の当て数というか、そうですね、はい、やはりそのあたりでセイントの判定というところに、はい、ジャッジはいずれも優勢とつけたわけですかね。はい、そうですね。とはいえ、セイゴのファイトも1ラウンド、2ラウンド、まあ、場内の拍手にもこう現れてましたけれども、はい、胸にくるものがありましたね。そうですね、まあ、結構スタミナ的にきつかったかもしれないですけど、はい、まあ、結構頑張って、はい、最後まで攻めたんでよかったな、まあ、対するセイントも鶴谷選手のお話にもあったように、はい、こうこの攻あるいは技、はい、そういったところを織り交ぜる印象がありましたね、はい、そうですね。中でメガトン級というこの本当に一撃炸裂の中ではありますけれども、はい、その中でも冷静さを持ってという印象でしょうか。はい、そうですね。さあこれで酒井亮に続きまして、セイゴと、まあ、ディープを代表するファイターを打ち破ったセイント、マイクの準備があります。Thank you for coming. Thank you so much. I want to thank my teammates, Guy, all my family at home, everybody. I want to dedicate this fight, though, to my dog, Ku. Just lost him a couple hours ago. Rest in peace, baby. Love you. Thank you so much. I just want to go to Ryzen now and fight Zidadio. So I'll see you on Ryzen. And thank you. Thank you.まずは本日これ
日の中に皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。私の家族、神様、そしてチームメイト、本当に感謝しています。私の周りで先不幸もありましたが、次はライジン、そして、次の相手はスダリオ選手、どうぞ挑戦お願いしますとのことです。本日はありがとうございましたとのことです。勝ちましたセント選手、盛大拍手を今一度お願いします。再びライジン、そしてスダリオの対戦を熱望と。いや、見てみたいですね。そうですね、まあ聖護を打ち破りました。判定3対0、セイントが制しています。